皆さんこんにちは、半崎よしこです。いよいよ赤坂ブリッツツアーファイナルまであと1ヶ月となりました。そこでじゃん、第2回赤坂ブリッツ見どころ徹底解剖というわけで、第1回見どころ徹底解剖を予告してから早1ヶ月ですね。もうそろそろ近づいてきました。というわけで、いつも見てくださってる方はもちろん、初めて見てくださる方もちょっとですね、そんなものなのかと予習をしていただければなと思います。ではまず2012年のマンクレーニアホール渋谷プレジャープレジャーでのライブ、これはですね、プレジャートレジャーというタイトルで宝探しをしています。ではご覧ください。どうぞ。この日はマウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーにかけて、トレジャートレジャーというタイトルで、テーマは宝探しでした。会場ではですね、宝の地図を皆さんに配布して宝探しに挑んでいただいたりしてですね、ライブの最後にはどんな宝物が見つけられてるんでしょうか、そういうライブです。まさかですね、沖縄の姉が私のライブのために、パンダの着ぐるみってですね、登場すると思っても見なかったんですけれども、私もメンバーも誰も知らされてなくて、花道から登場した時はですね、一時騒然となったんですけれども、さすがですね、会場を大いに盛り上げ、笑いの渦に巻き込んで、颯爽と沖縄へ帰っていきました。真ん中の姉です。
ダが持っている旗は大漁旗なんですけれども、宝探しといえば海賊船というわけで海賊旗を作ろうとしたんですけれども、私も北海道魂が騒ぎ出しまして、何を思ったか大漁旗を作りました。大きく半崎までと書かれた大漁旗を掲げると、会場は一気に笑いの渦に包まれました。ここで再びパンダの姉に注目です。タオルを振り回しすぎた姉はですね、大漁旗を持つ手がだんだん上がらなくなってきて体力の限界に達します。その疲労困憊の哀愁たっぷりの姿も見どころになっております。楽屋に戻ると真っ白な灰になっていた姉がいました。というわけで、そんな様子はこちらのライブブルーレイ、そして DVD に入っていますので、よかったらホームページでチェックしてみてください。4月の21日にまたここ渋谷マウントレーニャホールプレジャープレジャーでワンマンライブが決まりました。ありがとうありがとうございます、ね、はい、いかがでしたでしょうか。サプライズもねありましたけれども、今回はですね、どんなテーマでお届けするのでしょうか。楽しみにしていてください。そしてまだチケットお持ちではない方、ぜひですね、至急検索していただいて、この一番のライブですね、私がですね、コツコツ貯金をしてきた貯金箱をですね、パーンと盛大に割る、そんな大一番のライブになってますので、ぜひ一緒に空間を、体感していただければと思います。それでは赤坂ブリッツまであと1ヶ月です。皆さん、会場にてお会いしましょう。お待ちしてます。それでは赤坂ブリッツの大成功を祈って、さよなら。